謎のモーターを手に入れましたので、これレブチューンなんじゃないかという噂も出てますが、これがね、どれぐらい速いのかっていうのを見てみたいと思います。レイさんカウンターギアなくしたから落ち込んでる場合じゃないですよ。タイガーで使用できるんですかねいや無理でしょ、タミヤじゃないからね。多分でもピニオン付きですからね、白ピニオン。あ、回る、音がやばい、音なんかキーンっていきますね。1万6000ぐらいですか。1万6000回転、マブチって書いてるし。本当だ、新しいやつってマブチじゃないよね確か。はい、これで行きたいと思います。これについてますからね、何モーターなんだって。これで JC 出るのかって。これ決めるぞ。ピッチョン、レディーゴー。あー、バイク、おーすごい、おーすごい、はい、遅いですね何モーターだ、ノーマル並みに遅い。ノーマルじゃない。おっと、でもジャンプの姿勢は超いいよ。ジャンプの姿勢だけはいい。あれジャパンカップありなんじゃないですかこれあり、これ優勝できるだ、優勝できますよ。はい、ほらセッティングした甲斐があったなメビウスで止まんじゃないのか。これ謎のモーター。41秒143。どう？そう笑ってるよ。最高34秒。あ、早いね。100円なんだよこのモーター。100円だったんだよ。まあこれぐらいでしょう。え、カウンターギアでまた探し行くの本当にレイさんポンコツなんじゃないの。ポンコツっすよ。いやいや、だからみんなね、働いたり何とかしてるわけ。それをやんないと、カン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 晩餐カン、焼肉焼いても家焼くな。ほら、いいよいいよレイさん